愛しのジョディちゃん。お前なんか採用すんじゃなかったよ。大損失だよ、うちの会社。リストラされ全てを失った孤独なオタク青年が出会ったのは一体の美少女フィギュア。人形つうかフィギュア、ひだひだまで精巧に作ってある。死んじまうのかな俺。まあいいか。心根と書いてここねと読むで、どう？ここね、ありがとう。俺はダメなんだよ。生きてる価値なんてねえんだってよ。そんなことないわ、元気出して。俺はな、鬼才石井隆が描くエロティックラブロマンス。大丈夫よ、自分を信じてやればいい。俺はなんて幸せなんだ。ダメ人間じゃないんだ。愛してるよ、ここで愛してるよ。言わないから。フィギュアなあなた。